吉原です。ねえ、車って便利だよね。僕はどこに行くのにも車で行きます。昔々僕が桜前線に伴って北上する旅をしたことがありました。車に楽器、そして布団、カセットコンロ全部積んで、姫路あたりから始めてずっと桜が咲いている場所、みんなが集まる場所に行って歌ったり演奏する旅をしていたんですね。これは楽しいですよ。で、夜になったら車の中で寝る。そして朝が来たらまた走り出す。この旅の繰り返し。そして茨城あたりで、あれ？なんか車が変だ。と気づいた。スピードが出ない。時速30キロとか、ひどい時になると時速15キロとか。そのぐらいしか出ない。後ろからプップップップってやられたりする。困ったなぁとか思いながら、どうしようもなくて、そのまま様子を見ながら走り続けた。そして翌日の昼あたり、どうしようもなくなって、修理工場に駆け込んだ。そこは仙台だった。お客さん、これね、クラッチプレートやられてるよ。というふうに言われた。そうですか。とりあえず修理お願いします。了解しました。そこは仙台だから演奏する場所いっぱいある。公園もあるし、お城もある。青葉城、森の都、そして夜はアーケードもある。アーケードの中で仙台の友達と落ち合って一緒に歌を歌ったりとかして楽しかった。そして数日が過ぎて修理が上がってきた。お客さん、これぐらいになりますが、俺の稼いだ金より多いわ。広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず、早瀬踊る光に揺れていた君の瞳。時は巡り、また夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない。七夕の飾りは揺れて、思い出は帰らず、夜空輝く星に願いを込めた君のささやき。時は巡り、また夏が来て、あの日と同じ七夕祭り、外れさやけき森の都、あの人はもういない。灯火に
濡れていた君の頬、時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ通りの角、吹く風優しき森の都、あの人はもういない。時は巡りまた夏が来て、あの人同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない。